7月17日から始まる2023モーターボートレディースカップ、ヴィーナスシリーズ第8戦について、うん、解説というよりも、うん、今回も第2弾がやってまいりました、やってきましたね、はい。まあ、レディースといえば僕より西坂さんの方がいいかなと思って、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい。で前回、うん、大変ご好評だったんですけど、ほう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 、選手の方からも大好評です。あ、そうなん、はい、待てるよなので今回は、うん、人数的にはちょっとこう、うん、こう少なめではあるんですけども、ね、はい、でも新しいメンバーでお届けしたいと思ってますので、うんうんうん、ぜひ加城さんが質問を投げてみたっていう、うん、あ、まあ、前回と一緒で、はい、まあ、いきますか早速ね、はい。今回の質問回答をしてくれた女子選手なんですけども、うん、高橋明美さん、はいはい、香川元子さん、はい、で北井依里ちゃん、ほう、はい、で武井理香ちゃん、うん、で清水美優ちゃんっていうふうなメンバーで、うん、オール近畿勢に、いやね、なんかそういうイメージは、はい、確かチョイスしてみます。あ、いいんじゃないですかね、まあ、スミネでやるんでね、ちょうどいいと思います。そうなんですよ、うん、なのでぜひぜひこう、うん、近畿チームを、うん、こう応援していただきたいということで、はい、早速、はい、で今回プラス、質問プラスアルファっていう部分で、うんうんうん、動物占い、あ、なんかちらっと先に資料やってちらっと見たけど、ね、見ましたか、うんうん、ちなみに分かられましたか、自分の何かっていうのを伺いました。あ、じゃあ性質はまだ分かられて、いつ教えてくれない、じゃあいやらしい、お楽しみに、はい、私は分かってます。あ、そう、はい、私は分かってるので、あ、なるほど、はい、ニヤニヤしながら行きますはい、それでは早速じゃあ質問の方行きたいと思います。はい、はい、じゃあ早速、まあ、まあ一番はやっぱりお姉さんです。そうなんですよ、はい、レディースカップは7月に開催されますが、うん、この時期に気をつけているエンジンやプロペラ調整のポイントはという、うんうんうん、まあまあファンの人はみんな聞きたいでしょうね。そうですよね、うん、難しいっていうのもそうなんですけど、うん、何がっていう部分もあると思う、まあ、そこっておのおの違ったりする部分もあるからね。そうなんですね、で、あと得意不得意もあると思うんで、ね、うん、やっぱここでやっぱ高橋さんの回答が、うん、はい、夏場が苦手なので、うん、とても難しいです。なるほど、さすがの高橋さんでもこの回答という、いやでも用意とったわけ言うて夏場ダメなのよ。ああ、そうなんですね、うん、まあでも高橋さんもああいうイメージあります。でしょ、師匠手段見てください、よく持ってきてましたもんね、はい野添さんが師匠、本当に聞いてみ、これ師匠って言ったほーらしい、はい、はい、続きまして、香川さんは、はい、暑いので湿気で回らないことが多いので、はい、しっかり回す無限大、いやそりゃそうでしょ、まあ、ここまで入り切った方がいいんですよね。そう、香川さんは結構なんかこう回すイメージあるので得意かもしれないですね。うん、でしかも琵琶湖じゃない、そうね、琵琶湖暑いじゃないですか、暑いね、気圧も低いしね、はい、だから多分得意ですよね、うん、かもわからんね、はい、はい、じゃあ続きまして、はい、夏のピットは暑いと思いますが、うん、夏バテ対策をしていることがあれば教えてください、うん、はい、じゃあ人より暑さに強いので大丈夫、35度以上にならないと頭から汗かかない、よくわからない女優どんないちょっと会って聞いてみたよ聞きたい。あ、そうなんね。さあ、私全然今でも普通に汗かける自信があるんですけど。余裕でかくよ。すごい。大丈夫ですか、あのとこ。ちゃんと周期ある？じゃあ続きまして、はい、管理解除後の心身の癒し方を教えてください。高橋さんはマッサージ全体で体のメンテナンス、うん、お風呂、睡眠で疲れを取ります。なんなん、もう考えてるの？うん、そう。でも。私すごい思ってたんですけど、うん、上の先輩ほど、うん、はい、めちゃくちゃ元気、まあそうやねなんか知らんけどめっちゃ元気って思ってます、ね、ずっとそうやね、元気やなと思って、元気よ、高さん元気よですね、うん、でもその中でも、あ、やっぱこの回答はなって思ったのが、うん、この武井さんの焼肉食べます、わ、うん、かる、よくわかる、なんか選手時代は確かに焼肉は思ってたなと思うんですよ、うん、今、じゃあ食べたいかっていうと、うん、いや、俺食べたくなるよ、本当ですか、疲れたかどうか肉食べたくなる、いや、うん、私、何食べたいって言ったらお茶漬けなんですよ、やばいなさっぱりいきたいやばいな、いや、やっぱり食べたくなるね、肉とか、本当ですか、うん、なんか食欲が逆になくなっちゃうタイプなんで、うん、なんか、
もう噛まずに飲めるもん離乳食いや、うどんっていう選択肢も香川県だけにね、そうなんですよ、ありますうどんはいい、はい、ということで、うん、じゃあ次なんですけど、うんうん、夏の風物詩といえば、はあはあ、どんなこと言われる、はい、これ意外に分かれるんですよ、はい、高橋さん、うん、海、うん、はい、香川さん、花火、やばいね、これ、はい、で、北さん、はい、風鈴、風の通り道を音で感じられるって癒されますまあ、それは分かるね、なんか和むね、風鈴の音は、はい、夏の風物詩、武井さんはかき氷、若い若いで、清水さん、うん、スイカ、これまた若いこれ多分スイカ割りやっとるタイプのやつですね、あ、なるほど、はい、続きまして、夏のオフの日の定番 お出かけファッション、うん、北選手、はい、面白い答え返ってくるんやろな、はい、はい、半袖半ズボンにサンダル、うん、楽で涼しい格好、もう正面イメージあるね、いやもう本当に、なんなら虫網持っとってほしい、あーなんかね、帽子かぶってねそう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 、イメージあるわ、もう本当にそのまんまでいてほしい、はい、清水選手、はい、パズルとジーパン、まあ同定番、同定番、はい、間違いないですね、これから覚えていくでしょう、あ、そう、多分おしゃれにきっとどんどん目覚めていくんですよ、女子は、まあそうですね、はい、はい、じゃあ次ですね、学生時代の夏の甘酸っぱい思い出は、高橋さん、お食事中、面白かったんですよ、4対4で海へ一泊旅行へ行った、はい、おばあちゃんに溺れた時に助けてもらわなあかんから男の子と行きなさいと言われたから、はい、純粋なおばあちゃんに育てられました、つくみ言葉多すぎますよねその間の抜けてるやつが知りたいです僕は、ね、はい、それはどういう関係やったのかみたいな、ね、本当ファンの人も聞きたいね。ね、聞きたい。もう高橋さんも掘り下げた。あ、ね、はい。これよ。何？じゃじゃん。はい。テトラポッドに住み着いてたことって。わからんわ。なんかやっぱり野生味がありますね。ああ、レースにするとちょっとまあアグレッシブやもんね。はい、うん。だからこういうところで、うん、なんていうのやっぱこう。出てるよね、レースにそれがなんか。そうなんですよ、うん、しっかりちゃんとこの経験が生きてるのかどうかは分からないんですけど、うん、いつかは女らしくなるよね、そのきっかけ見てみたらいいじゃないですか、何が見たい、恋愛かな、恋愛かなでしょう、うわー、うん、待ってます見さかなに報告してください、はい、待ってます、はい、はい、武井さんは、うん、学生時代の夏の甘酸っぱい思い出は、うん、男女4人で浴衣着て花火に行ったことですかね、もうね、もう羨ましすぎる、ないの、ニヤニヤする、ないないない、想像はできるよね、もうありがとう、ない、はい、部活で必死でした、ああそうかそうか、はい、で笑顔かもね、でもそれなんかね、理想のやつみたいな感じだね、答え、何ですか浴衣着て、いや別に浴衣着るでしょ、浴衣は着て男女だね、22なんよね、せっこせっこか、じゃあ次、はい、はい、レディースカップは女神の前に熱くなれというキャッチコピーですが、うん、推しや趣味、マイブームについて熱く語ってください、はいはい、ということで、はい、香川さんは保護猫ちゃんたち、あと絶賛四十肩中なので、まあもみもみそうそう、香川さんやってるもんね、はい、保護猫活動かな、本当にSNS とか見てると、うん、よく上げてるよね、うん、とてもなんかこうやっぱ愛があるなっていう、はい、写真も含め、そう、あえてやれるって言ってやっぱり心優しいと思うよ、目はそうですね、目はって表が香川が悪いって言ってないですよ、誰も誰もあ本当そうやと思う、はい、うん、なんかでも好きで保護するじゃないですか、うん、でも自分の手にが届く範囲で限られてるよね、でももっともっといけるからね、現実は、うん、だからそういう この子は助けてあげられるのにこの子は助けてあげられないっていうその狭間っていう部分も葛藤があるね、うん、多分そこですごいなんか辛い思いもしてるのかなとは思います、ということで、まあ、このあたりで質問コーナーは終わりではあるんですけども、うん、あ、はい、まあ、今回のメインと言ってもいいぐらい、うん、動物なんです、どれかは知ってるんだけど、ちょっと読み上げてもらっていい、はい、このいやらしいスタッフ教えてくれなかったので、はい、オオカミブルー、はい、心と体をいたわり、うん、エネルギーチャージ、うん、シンプルに自分の直感を信じて決断すると二重丸、うん、っていうことで、うん、心の栄養になることはトップ5、うんうん、
は芝生でゴロ目、はい、ホットサンド、うん、ジェットバス、はい、和モダンな店、はい、オーケストラコンサートです。全然ハマれへんねんけど大丈夫かな。あ、だからそういうのが全部あるとこ行けばいいじゃないですか、まあ、和モダンなお店で、ホットサンドを食べ、うん、オーケストラコンサートを聴きながらジェットバスに入って、いや、おかしいです。あと仕事運に関して、はい、一目置かれて役割も変わるかも。へえ、はあ、人情に厚く、はい、無条件で周囲を助けるあなた、はい、そんな人柄が周りに信頼され、うん、やりがいのある仕事が飛び込んでくるから、うん、一度反省したら過去を振り返らなくて大丈夫、あなたの未来は有望です。あ、え、めっちゃいいこと書いてる。あ、そうなの。ちなみに私、コアラオレンジでした。コアラオレンジどうなの。コアラオレンジは気さくで愛嬌があり、うん、笑顔がよく似合う上に芸術的センスも優れています。あ、いいやん。また目役進行役の可能性。あ、いいんじゃないの。分かるような気がするけどな。ありがとうございます、うん、あの今回ドリーム選手の解説もしていくんですけど、うん、はい、ドリーム選手とその質問の選手と、うん、やったんですよ、うん、あ、動物占いと動物占い当てはめたわけね、はい、はい、割とみんな同じところにキュッて属性とか。なるほど、はい、偏るってことね、まあ、そうなんですよ。で、これを言ったらこのまんまのこのコメントを、うん、送らさせていただいたんです、はいはい、で、その返ってきた回答それぞれなんですけども、うん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 、高橋さん、うん、黒ヒョウブラウンなんですよ、うん、高橋さん、そうね、はい、このコメント、よくわからないけどめっちゃ当たってますって言うといて、うそやな、これ本間前世は黒ヒョウやったんちゃうかな、言うて、いや、あの、これ、もうあの、なんのこう、大阪弁っていうんですか、これ私が多分言うよりも言い慣れた人が言った方が良かったんかなと。いや、全然大丈夫。ああ、ちゃんと言ってる。あ、本当ですか、うん、っていう回答でした。姉さん頼みますよ、本当。で、次、香川選手は、はい、コメントしがたいことしか書いてない、うん、あ、神経ずぶといは当たってる、うん、多少の逆境は気にしない、うん、っていう形のコメントです、うんうん、ね、で、北選手は、はい、短期物忘れめっちゃ激しいので当たってますね、うん、遊び心全開で解放していきます。でもこれ以上は当たっちゃうかな。で、武井ちゃんは、はい、占い通りに動いてみたいと思います、うん、占いに興味があったのでとても面白いです。なるほど、真面目。あの、これからちょっといろいろこうきっかけで知って、はい、いろんなものに手を出していく時期かもしれないですね。で、清水さんは動物占いの感想か結構いいことが書いてあるので信用して頑張りますですかね。恋愛運は好きな人いないんで。あ、そうなんですね。いやいや、もう未来があるから、まだまだあるから。ということで、うん、今回、うん、高橋さん、香川さん、うん、北さん、うん、武井さん、清水さんの5名の方に、うん、質問を答えていただきまして、うん、本当にありがとうございました。はい、ぜひ、動物占いをもとに信じてやってたらきっといいことあると思うので。あ、それはコメントしてくれた選手の方にね。あ、はい、あ、で、なんか最近それこそ選手の中でも動物占いが宿舎で流行ってるらしいんで。あ、そうなんや、はい、それ女子選手だけじゃないかもしれない。男子選手はそんな一切聞こえないけど、女子は占い好き多いんで、こんな感じで、うん、まあ、様々な、うん、この5人の選手の素顔がまたちょっと、そうですね、ファンのちょっとでも伝わったかなっていう気はしますね。はい、はい、17日スタートの、うん、モーターボートレディースカップ、楽しみに応援していただけたらありがたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。今回、はい、はい、これ自分のところで出してるの、ね、そうなんです、私がイベントでコーヒーを出させてもらってるんですけど、そこで絶対使わせてもらってる、その香川県 の、うん、綾川町っていうところにあるんですけど、はいはい、そこのパンダコーヒー店屋さん、これを飲んで私めちゃくちゃ美味しいと思って。結構コーヒー飲んだの昔から好きなわけ。いや、私めっちゃ嫌いだったんですよ。何それ、はい、嫌いな私が飲めるようになったってことです。ああ、そのきっかけあたりくらいコーヒー、はい、だから、結構私のイベントとかに来てくださる方が、うん、コーヒー苦手なんですけど、うん、飲めますって多いよ、ね、言ってくださるので、今回ここで入れさせていただきます。これって今まではそれどこで飲めたわけ、このコーヒー。ですね、内丸のイベントだったり、あとはもう丸亀観光協会さん主催 の、イベントに出させてもらって、飲んでいただいたり、開店前から並んでくださって、
やもうおかげさまでよかったね、はい、まあそんな感じで今後このコーヒーってどっかの飲み会とかあるのかな。ねないです、今のところないよ、ね、今のところないんですよ。あ、まあ、でもなんで、うん、イベント呼んでいただけたら。そうやね、だから住み屋とかでも今後ね、いろいろ機会があったら僕もどん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 こうしていってね、はい、皆さんにぜひぜひこのコーヒー飲んでもらいたいんで、はい、その前に僕はこれ初めて飲ませていただこうかなと思ってね、はい、ちょっと入れてもらっていいですかね。じゃあ、もう豆セットしてるんで。あ、本当どうぞどうぞ。はい、ちょっと引いていきます。いいね。自動で閉めます。はい。そうですね。うん、軽いね。でしょ、なんかこう、うん、なんか入った瞬間に風味と味がガッてきた時に、うんうん、軽い、あの抜ける、早いんで、ね、抜ける、あの苦味が残らん、はい、だから多分飲みやすいんかなっていう、そのコーヒーを飲んでるっていう感覚が一瞬で、うんうん、そうね、ちょっと酸味は出るけど、それが嫌味がないっていうか、はい、そうなんですよね、うん、そんなプロでも何でもないんですけど、うん、趣味で行ってるだけなので、うん、ぜひぜひね、グランプリでも来ていただいて、あー嬉しいですね、頑張ってほしいですね、はい、これ飲んでほしい、ぜひ、そう、冬だから全然温まるので、うん、はい、ぜひ飲んでいただけたらありがたいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます